はい、私、早速なんですけども、自己紹介、簡単にさせていただきます。で、私、ビジネス開発本部クラウドサービス担当、NTT 東日本の白鳥と申します。こちらの、AWS Azure の、導入、運用サービスの、プロダクト開発をやっております。はい、で、2009年の入社で、ただいまで、12年目の、社員となりますので、よろしくお願いします。はい、で早速ですが、投票の機能になります。はい、まずこちらの方で、投票させていただければと思います。情報システム部、または情報システム担当の方の人数を、教えてください。本社のですね、今参加されている企業の、自分の自社の、情報システム、情報システム担当の方の人数を教えていただきたいと思います。で、IT 企業や SIR の方もいらっしゃると思いますので、そちらの方は自社向けの情報システム担当の方の、ご記入いただければと思います。回答4つございますので、このうちのいずれかで回答いただければと思います。はい、今ですね、ブラウザのシステムの方から投票の方を起動しましたので、そちらの方でご回答いただければと思います。もしですね、ちょっとまだ表示されないよっていう方は大変お手数なんですけども、ブラウザの方をちょっとリロードしていただけるとですね、表示されるかと思いますので、で少し時間を取ります。白鳥様のごプレゼン少し進めてですね、途中まで投票を継続しますので、引き続きですね、投票のご回答の方よろしくお願いします。じゃあ、白鳥さん、引き続きお願いいたします。はい、それでは、引き続き、セミナーの方を続けていきたいと思います。はい、で、イントロダクションになります。まず、弊社のご紹介でございます。NTT 東日本という、会社のご紹介ですが、こちらご存知の方もご存知でない方もいらっしゃるかと思いますが、東日本地域における地域電気通信業務が、主としております。で、こちら、東京都、新宿区にございまして、そちらから、17県域に、またがって通信業務、もしくは、それに付随する、業務を行っております。で、通信事業についている取り組みでございますが、こちらの方も非常に、数多くの、設備を、所有しておりまして、光ファイバーで言いますと約74万キロというような、スケールで、こちらの設備を保有して日々運用に取り組んでおります。で、もちろんですね、通信事業だけではなくてですね、NTT 東日本、こちら、AWS に関する取り組みも、積極的に行っております。弊社のサービスのプラットフォームに AWS を、2014年に採用しまして、現在、商用でもすでに10以上のサービスで活用をしております。また、お客様向けにおきましては、AWS ソリューションプロバイダーということで、アドバンスト、コンサルティングパートナーという、認定も得ておりますので、非常に卓越したスタッフやメンバーでよって、コンサルティングや、こちらの、構築といったところを、担当させていただいております。また、AWS につなぐためのネットワークもこちら、かなり、提供しておりまして、昨年5月より、サブ 10G というようなパートナーにも AWS より認定を受けております。はい、で、ということもございまして、AWS の提供につきましては、アカウントだけではなく、ネットワークから、システムのところに至るまで、トータルで提供が可能ということになっております。コンサルから始めまして、運用保守に至るまで、はい、こちらの部分で、幅広いレイヤーで、一体的に提供が可能な、形になっております。はい、で本日のアジェンダになりまして、会社紹介、今のところになりますが、簡単にご紹介させていただきます。一人上司の、業務や課題というところを一旦おさらいさせていただきたいと思います。それにつきまして、移行とセキュリティと運用各、フェーズに応じて、こちらの AWS の始め方、検討方法など等の、ご紹介をさせていただきます。で、最後にまとめをして、質疑応答という形で、今回、本日は進めさせていただきたいと思います。本日お話しする部分でございますが、こちらですね、当社のお客様事例をもとにですね、移行やセキュリティ運用について押さえておくべきことというところがメインになります。で、各種それに役立ちます AWS の各サービスのご紹介をさせていただきたいと思います。
逆にですね、組織ルールの策定や意思決定プロセス等のノンテクニカルな部分というのは本日割愛させていただきたいと思います。一人上司の業務においては、実はここの部分、関係者をいかにしてこう味方につけていくかというところも非常に重要な部分ではあるんですが、今日はどちらかというとテクニカルな部分であったりのところにフォーカスしてお話をさせていただきたいと思います。で一つの要素だけでもかなりプレゼンが、一つのセッションができるぐらいの分量なので、こちらどんどん質問いただいて、わからないところを、解決していただければと思います。はい。で、ここで踏まえまして、質問の回答や投票結果の方を確認していただ、いこうと思います。いかがでしょうか、質問の方を取ってやられたいと思います。はい。投票の方を締め切らせていただきました。今、結果の方ですね、表示をさせていただきましたが、表示されてますでしょうか。もしちょっと表示されてなければ、ちょっとリロードもしていただきたいんですけども、ちょっと結果は私の方で簡単に読み上げさせていただきますが、まあ、情報システム部、もしくは担当の人数ということで、1名の方が 16.8%、2位から5名が一番多くて 43.9%、5から10名が 16.8%、10名以上が 22.4% という結果になっています。白鳥さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。概ねこちらですね、10名、50%、半数の方が5名以下のチームでやられているというような、今日の参加者の、属性になるかと思います。では、そちらの前提で、今日の話を進めさせていただきたいと思います。はい、ではまず一人上司の業務や課題というところを一旦おさらいしてみるとしましょう。一人上司ですけども、まあ、先ほどおっしゃった通りですね、1人または2、3人以上の、程度の人数で、情報システム部門を、担当しているという状態を指すと言います。で、DELL の、調査によると、まあ、大体中堅企業の800社のうち約 37.6% が、まあ、1名以下の体制となっているというのが実態ですね。となると、まあ、今日の、どちらかというと、参加者の方ですと、やや、まあ、それよりも少し大きめの企業の方が多いのかなというふうに思っております。一人上司になる理由は多分おそらく2つあるんですね。一人でも業務を回せるように非常に効率化をされている、企業がある。もしくは、たまたまですけども、社内の IT 人材がいなくなってしまって、結果的に一人になってしまった、もしくは総務担当の方が兼任をしてやっているというような状態になっているというのが挙げられると思います。ただ、こちらもですね、できれば下の状態になってしまっていたとしても、なるべく AWS を活用して、こちらの上の状態になるように締め切っていこうというのが、まあ、今回目指す方向であります。決して一人が悪いというわけではなくて、一人でも回れるように効率化していくというところを各種 IT ツールを使って推進していきましょうというのを目指していきたいと思います。で、業務なんですけれども、まあ、もちろん業務範囲も非常に広くですね、技術の範囲も多岐にわたります。ネットワーク、業務は範囲で言えば、日常の保守の運用業務から始まりまして、新技術や変革といったような、まあ、最近ですとデジタルトランスフォーメーションですとか、まあ、あとは、コロナにおいてのテレワークの推進であるとか、そういった部分もございますし、技術に関しては、ですね、物理の、物理レイヤーのところからアプリケーションのところまで非常に幅広く一人で、やらなければいけないというところがあります。その中でやはり日常の業務の領域というところを注力しがちになってしまうことが多いんですが、まあ、こちらはですね、AWS 770を超えるサービスがあるので、まあ、守りの IT からこちらの右側にある攻めの IT 領域に変えていきましょうというのがこちらの目指す方向になります。はい、というところで移行、まず AWS に移行しようという決まってからの話になります。どこから移行したらいいのかとか、どの順番でやったらいいのかというようなところを少し検討していったらいけばなります。ここで一つお客様の事例のご紹介をさせていただきます。オンプレミスサーバーをですね、AWS に移行したお客様の事例になりました。会計システムのサーバーがですね、こちらで、
EOL だったので、まずはこちらを事業計画、まあ、このままオンプレミスで移行してもよかったんですけれども、まあ拠点が災害を受けても大丈夫なようにというところで、アプリケーションサーバーを AWS に動かしたというところになります。こちらは、非常に、まあ、そのまま AWS に、仮想サーバーに動かしたということになっていたんですが、まあ、その後ですね、よくよく話を聞いていると、拠点間で実はさまざまな情報をやり取りしていて、ファイルの共有は実はしてなかったということが分かりました。で、その後ですね、まあ、そのところでファイル共有をしたりとか、まあ、じゃあそのファイル共有もしたら、じゃあどこからでもつなげるようにというところで、クライアント VPN という、ソフトウェアの VPN を、合わせて導入して、リモートワークの環境を整備したというのが、こちらの事例になっております。ちょうどですね、コロナの前にですね、こういった環境をですね、整備をしていったお客様で、非常にスムーズにリモートワークの環境に移行できたという話も聞いております。で、今のオンプレミスにあるときの場合ですね、お客様の環境というのを、一例で示してみました。で、こちらですね、まあ、インターネットの接続ルーターがあって、その中に、まあ、社内用のファイルサーバーやアクティブディレクトリー、アプリケーションサーバーがあって、それに、クライアントパソコンがつながっているっていうような状態が、まあ、一般的といいますか、ある事例だというふうに考えております。まあ、そういったところをじゃあどこから移行していくかというところなんですけども、まず AWS の移行というのは、じゃあ何を、なぜ移行するんだというところをちゃんと明らかにして、じゃあどう移行するかというのを理解しておく必要があります。移行の目的としてはいくつかあると思います。運用の稼働を下げたいですとか、まあ、トータルコストを下げたい、まあ、ハードウェアのサポート切れに対応したいなどいろいろあると思いますが、まあ、それに合わせて、どの程度どう変えなきゃいけないかというのが6つの戦略があります。右側の6つの戦略ですね、大きく使われるのはよくあるのが、まあ、リホスト、いわゆるオンプレミスサーバーを EC2 に置き換えるというような戦略になります。もう一つはよくあるのがリプラットフォームというところになります。こちらのデイビーサーバーを例えばマネージドサービスに置き換えるというようなことが挙げられます。こういったところですね、6つありますけども、この6つですね、メリット、デメリットがありまして、上の方に行けば行くほど、まず簡単に移行ができる。下になるとなると、ビジネスのなんかロジックであったりとか、ビジネスプロセスを、業務プロセスを変えなくてはいけないといったところを、かなり、手を入れてやるということが、必要ができます。その分ですね、リファクターとかリアーキテクティングとかすると、本当にやりたかったことっていうところに、つながっていくこともできるので、まあ、ビジネスをもう一回見直すというフェーズでは、こういった、戦略を取る必要があるかと思います。ただ今回どちらかというと、手っ取り早く始めたいという方が多いと思いますので、リホストやリプラットフォームに注力して少しご説明をしたいと思います。で、じゃあどこから移行しましょうかというところになると思いますが、まあ、こちらは AWS の移行や移行っていうのは、まあ、まず僕ら、我々のお勧めするのは、緊急度の高いものであったりとか、移行難易度の低いものっていうのを検討していこうというですね。まあ、緊急度の観点で言うとですね、まあ、データがなくなったら、もうちょっとビジネスリスクにつながるものですね。で、また、ハードウェアやソフトウェアのサポート切れのものっていうのが、こちらもリスクの高いものになります。移行難易度の観点で言うと、エイコン運用が可能で、まあ、夜間に少し止めても大丈夫だというものを考えています。で、データ移行の手段がいくつかあったりとか、まあ、業務プロセスを変えなくてもいいとかっていうようなところも、難易度のところになってくるかと思います。まあ、こういったものをですね、少しずつ移行して、クラウドのノウハウ、クラウドってこういうもんなんだっていうのを、まあ、上質の、もちろん、型も理解しながらつけていく。まあ、例えば全サーバー一回に一斉に切り替えるということももちろんできるんですけども、これだとなかなかノウハウは使わないので、あまりお勧めをしていないというような形になります。で、右側のようにファイルサーバーやアクティブディレクトリーといったような順番で、検討していくのがよろしいかなと思います。はい。なので、まずファイルサーバーの移行を考えます。まあ、もちろんこちら緊急度が高いです。データがなくなってファイルの会社情報にありました。お客様情報がありました。こういったものがなくなってしまうと非常にリスクにつながっています。ただ、一方で並行運用が可能となっております。夜間一時的に止めることができます。まあ、夜間仕事をしてない時間帯にデータの移行をすることができたりします。また元のファイルサーバー残しておけるので、まあ、並行運用が可能というのがあります。またデータの移行の手段もいくつかあって、好きなものを選ぶことができるというのがあります。はい。まあ、また、ちょっと
こういったツールを使うのは難しいということであれば、まあ何日まで並行運用しておくので、移行しておきたいデータを、手動でコピーしておいてくださいと、社員の皆様にお願いをするということもできるというのが、非常にこのファイルサーバーの難易度が、低いというのが、挙げられます。まあこういったところでまずはクラウド環境を整えて、やるっていうのが、まあファイルサーバーをお勧めしている理由になります。で、移行先の AWS のサービスですが、まあ、先ほど、言いましたように、まあ、リホストであるならば、Amazon EC2 がありますし、こちらの、リプラットフォームということは、Amazon FSX というようなマネージドサービスがあります。で、マネージドサービスと EC2 の比較ですが、まあ、こちらは、詳しくは説明しませんが、まあ、こういったところの利点、それぞれありますので、まあ、どういった、用途で使うかというところを、見ていただければと思います。こちらは、アンケートが終わって、後日配布資料の時に読んでいただければと思います。移行の経路もいくつかあります。こちらもインターネット経由でやります。専用線経由であります。物理アプライアンスで移行することもできますというのもあります。それぞれメリット、デメリットありますので、こちらも合わせて見ていただければと思います。はい。2番目ですけども、アクティブディレクトリーサーバーの移行になります。こちらもですね、オンプレミスとの並行運用が可能ですね。もともとのオンプレミスサーバーと、クラウド側で建てたアクティブディレクトリーと並行運用しておく。で、2台捨てて、どちらかの、ドメインコントローラーの、メインと、バックアップを切り替えるというような形で移行が簡単に、完了いたします。まあ、そういったこともできますし、まあ、こちらももちろん、PC を使ってない夜間に止めることもできます。とかってこともありますので、お勧めしてます。ただ若干ファイルサーバーに比べてクライアント側の設定変更が必要なので、少し、工夫が必要となります。移行先の AWS サービスですが、まあ、もちろん、リホストという観点で Amazon EC2 がございますし、マネージドサービスの観点で、ディレクトリーサービスという、サービスを使うこともできます。まあ、こちらも、EC2 のと、ディレクトリーサービスの比較が書いてあります。まあ、こちらも合わせてご覧いただければと思います。はい。アプリケーションサーバーの移行もいくつかあります。Amazon EC2 でそのまま移行する手立てもあります。こちらも、ライセンスソフトを買ってきて、そのまま新しいソフトを入れるっていう形で移行することができます。そうすると、非常に、業務プレスの影響っていうのは少ないし、移行も簡単ということはできます。はい。ただ、この場合もだけもいいんですけども、例えば SaaS に移行するとか、そういったところも検討できると思いますので、まあ、どういった、アプリケーションで何が、やりたいのかっていうところを、検討の上が必要だと思いますので、若干業務プロセスに影響があるという観点で、少し、3番目という形で、検討をしております。また、SaaS の例、いくつか Amazon にあります。まあ、市中に、様々な SaaS ございますが、AWS にもこういったビデオ会議であるとか、オンラインストレージですとか、メールサーバーといったような SaaS サービスがございますので、こちらも、検討をいただければと思います。ユースケースも、それなりにありますので、はい、こちらもご相談いただければと思います。で、PC の移行ですね、最近、やはりテレワークの環境で、自宅の PC だと情報漏洩が心配というお客様が、時折いらっしゃいます。こういった時にですね、仮想デスクトップを使うことで画面転送を行って、手元のパソコンには、データを残さないというような、ソリューションも、AWS にはございます。こちら Amazon Workspaces というサービスでございますが、まあ、こちらでインターネットがあれば、アクセス可能な PC という仮想 PC になります。こちらを使って、AWS の中にファイルサーバーを立てて、情報漏洩を防ぐなるといったようなソリューションを、提供していることもございます。弊社のサービスですと、お任せクラウド VDI というサービスによって、こちらのワークスペーシーズを提供しております。はい。続きまして、セキュリティの部分に入りたいと思います。セキュリティと一言で言っても、AWS でどう変わっていくのかっていうのは、いろいろあると思います。お客様の事例をご紹介してから少しお話をしたいと思います。BCP 対策のためにですね、IT 資産管理を AWS に入れた経緯がございました。でそちらでして、合わせて会社の、セキュリティ要件の見直しをですね、実施されたお客様になります。
リモートワークをまた合わせているとに、また先ほどの、案件でもありますが、クライアント VPN という機能を利用して、セキュアに AWS に接続するという形になりました。でこちらのポイントなんですけども、ファイルサーバーや、資産管理のサーバー、こちらの、セキュリティ強化以上にですね、こちらの右側にございます Amazon Guard Duty や AWS Config といったようなセキュリティの、サービスを使って、アカウントそのものに不正アクセスをしたされないとか、不正攻撃があったら通知ができるというような、機能を、実装した実例になります。まだ今、オンプレミスの環境のセキュリティの部分に注目した場合、こちらになります。はい。まあ、ファイアウォールとかでフィルタリングをしたりですね、まあ、ネットワークレベルの制御をしたりですね、エンドポイントのセキュリティやメール認証など、さまざまな、セキュリティの、ソフトがございますので、まあ、こちらも、いろいろ管理が大変とかっていうような課題があるかと思います。では、どのようにセキュリティを強化していくかというところになります。ただ、セキュリティと一言で言ってもですね、対策すべき場所とかやり方っていうのは、いろんな、プロセスによって異なります。サーバーの話考えなくてはいけませんし、データの暗号化や、もし何かのセキュリティ監査があった場合の対応や、アクセス権限の管理などなどあります。ただ、基本方針はですね、3つございます。こちらがですね、まあ、OS 以上の話と、AWS でやっていただけるレイヤーっていうのを分けて考えましょう。で、AWS のレイヤーになるべく寄せていくと、かなりこちらいいんですね。なぜかというと、まあ、AWS がこちらのセキュリティ対策をやってくれる。AWS はですね、もちろん PCI、DSS や、FISC といったような、こちらの高いセキュリティ基準にクリアできるようなセキュリティと物理やこういったところのコンピューターのレイヤーのところにはセキュリティ対策を行っています。でこちらの AWS がやる部分を増やしていくということでセキュリティ対策をより楽に実装できるというのがありますので、なるべくセキュリティ対策はマネージドサービスを使って仕組みを使っていくっていうのがあります。3つ目ですけども、まあそうは言っても、セキュリティというのは、どのようにでも強化できるものになってます。強化しすぎてビジネスにブレーキをかけない、そのギリギリのところを狙っていくというのが、大切な考え方になります。ね、先ほどの話にもなります。OS 以上のセキュリティの、ですね。こちらは実はですね、AWS であっても、オンプレミスであっても変わりません。こういったようなセキュアなプログラミングの実装ですとか、ミドルウェアの脆弱性対策とか、こういったところについては、変わらない形になります。ただ、こういった一部の、Amazon RDS、こちらのデータベースのサービス等を利用すると、OS や、ミドルウェアについては、AWS が、マネージド起動として提供するので、その上のプログラム対策とあったりとか、暗号化というところを考えるというだけで、実装できるというのが、あります。まあ、こういったところもありますので、まあ、先ほど申し上げましたように、まあ、マネージドサービスを、できるだけ活用していくというような方針をセキュリティでは考えた方が良いかなと思います。では、AWS の中の話に入っていきたいと思います。まずはネットワークのレイヤーの話になります。ネットワークのセキュリティに関しましても、AWS の各種ネットワークサービスを活用することができます。まあ、境界保護におきましては WAF を使うこともできますし、DDoS 攻撃には AWS シールドという機能を使うことができます。また、レイヤー3や4の境界の防御につきましては、Amazon VPC の機能を使いまして、こちらのセキュリティグループという機能を使って、ファイアウォールを実施していく。もしくはインターネットを経由しない通信で、いろんなサービスにつないでいくっていうようなやり方ができます。AWS までのセキュリティの確保の話もございます。AWS の権利のセキュリティ確保につきましては、まあ、暗号化や VPN 等の各種方法が利用可能です。もちろん HTTP で、インターネットで、つなぐこともできますし、従来通りの、ルーターを置いて IPSEC でつなぐということもできます。最近流行りなのはクライアント VPN という機能になっております。こちら、パソコンにですね、こちらの証明書をインストールして、安全に暗号化して VPN が貼れるという機能になっています。
場所を問わないので、非常に最近流行りになっております。はい。で、また、平均ネットワーク、そもそもインターネットを通さないよというやり方もあります。IPVPN という方法を使ったり、専用線を使ったりとかします。各キャリアが提供する VPN のサービスを提供することで、まあ、高いネットワークパフォーマンスを安価に利用することもできます。で、また、セキュリティ設定についてですけども、こちらで、ね、今ご紹介させていただく、まあ、こういったような、資料も、インターネットに非常に落ちているので、こちらも参考にいただければと思います。アカウントのセキュリティ強化でございますが、不正アクセスしないとか、アクセス管理をするとか、そういったところが、やっていく必要があります。払い出されたばかりの AWS アカウント、実はですね、こちらアクセス権限やセキュリティ設定が、不十分であったりします。こちらの設定を行うことで、セキュリティ不正対策や監査用のログ収集というのが行えます。まあ、例えばアクセス権限の設定では AWS IAM というのを使います。セキュリティイベント、何か不正通知があったときに、通知する機能としては、こちらの Amazon Guard Duty や AWS Config というような機能が使えます。で、監査用のログの収集につきましては、CloudTrail や CloudWatch Logs という機能が使うことができます。これ2つの違いはですね、AWS のアカウントのこちらですね、マネジメントコンソールという、操作画面の操作履歴を残すのが CloudTrail。こちらのサービスと、まあ、EC2 等の、サーバー上のログを残すサービスがクラウドウォッチログスというような形になっています。こちらも用途に合わせて設定して使っていくことが可能です。こういったところもアカウント設定に役立つことということで、まあ、AWS の方で公式に、公開している資料もございますので、こういったところも合わせてアカウント設定を強化しておくということが、最初に必要になってきます。はい、最後に、こちら3つ目になりますが、運用編になります。運用編と一言に言っても、じゃあどのように運用が変わるのかとか、何が減ってくるのかとか、何が逆に増えてくるのかっていうところが気になると思います。お客様の事例の、またこちらもご紹介から入っていきたいと思います。オンプレミスで使っていたウェブサービスを、AWS に移行したお客様事例になります。ウェブサーバーやデータベースのログが集約されてなかったので、まず先ほど申し上げたクラウドウォッチログスに集約をして、Amazon S3 に保管しました。こちらのストレージサービスに保管することで、非常に安価に、かつ、長期の保存が可能になりました。ウェブサーバーのログインや、操作履歴が、ありませんでした。こちらも、管理簿でやると非常に大変だと思いますので、こちらのシステムズマネージャーという機能を使うことで、操作記録をログしました。また、不正な操作が行われたら通知を行った場合、通知できるようにしております。また CPU 等の利用率はですね、こういったところの普段のアラート通知は、監視システムの、弊社の運用メニューで利用しているマカレルに集約して、ミドルレイヤーまでは一括で監視できるようになったという事例になります。運用環境のところの、今、オンプレミスの環境のところをおさらいしていきたいと思います。まあ、回線ネットワークの保守であったりとか、まあ、ハードウェアの保守っていうのは、入っていただいているかと思います。ファイルサーバーとかですと、まず、レイドを組んでバックアップを組んだり、まあ、アクティブディレクトリーだったら上場化をしているっていうこともありますし、Windows サーバーのセキュリティアップデートを、定期的に実施しているなんてこともあったりします。まあ、ログはサーバー内に保管して定期的に監視して、外出しをしているなんていう事例があるかなと思います。他にもやっていることはいっぱいあるかもしれませんが、一部ご紹介させていただきます。で、なぜこういったところの運用をですね、重要化していくといいとですね、こちらもですね、先ほど守りの IT とおっしゃいました、申し上げましたけども、まあ、守りの IT をいかにして減らしていくかっていうところが重要になります。で、こちらもですね、運用の重要性というのは、非常にまず、AWS もですね、最初に検討しなさいと言っています。この Well-Architect Framework というのがございます。こういった5つの柱で、システムがどれだけ優秀かというのを、検討していくんですけども、まあ、ここでまず、最初に、運用の優秀性というのを検討しようというふうに、提唱をしています。
というところで、まずじゃあ何を運用強化の時に始めようかというのがあります。運用強化の基本は監視、モニタリング、ロギングっていうところがあります。まず見える化をして、それの対処を効率化しましょうということになります。まあ、こういったところの重たい考え方になりますけども、まあ、SRE という考え方が世の中にあります。まあ、こちらの運用設計を基づいて考えます。まあ、SRE そのものはかなり、ですね、高度な内容も含まれているので、まずは、信頼性をいかに高めていくかという観点で、モニタリングとログ、まあ、どうやって見える化をしましょう、どうやって動いているものを、現状を把握しましょう、何を持ったら異常とするんですかってところを明らかにしていく。で、その異常に対してどうしますか、どう対処しますかってところをきれいにしていくっていうのが、強化の方針になります。はい、見える化の部分です。各レイヤーにおいてですね、AWS のサービスございます。まあ、ネットワークレイヤーで言いますと、まあ、トランジットゲートウェイ、ネットワークマネージャーや VPC フローログスというような機能もございます。リソースのところに言いますと、先ほどのクラウドウォッチ、CPU 利用率や、こちらのディスク使用率などを見ることができます。アプリケーションの性能のところにつきましては、AWS X-ray というようなサービスもございますので、まあ、どのレイヤーで何を使うかというのを検討していけばいいと思います。また、こういったものを統合して一つのシステムで見たいということであれば、外部の SaaS の監視ツールを利用するというのもあります。まあ、ここに巻かれる、セトラと書いてありますけども、こういったようなサービスがいくつかあるので、まあ、こういったような監視ツールを使ってみるというのも良いのかなと思います。対処の効率化につきましては、自動化と手動の部分がございます。定常障害につきましては、基本的に自動化を考えていきましょう。自動化におきましては、各種マネージドサービスを使ったり、仕組みを使ったりということができます。例えば、インスタンスを夜だけ停止しておきたい、休日は止めておきたいっていうような、まあ、仮想サーバーを止めたいとかっていうような、時間で動くもの、時間になったら起動して、時間になったら止めるものにつきましては、こういった AWS インスタンススケジューラーというようなものがございます。また、セキュリティアップデート適用、こちら忘れると大変になるので、まあ、こちらも忘れないように自動適用できるようにしたいということでございましたら、まあ、こういったシステムズマネージャーというような機能を使うこともできます。また、バックアップの自動化というのもございまして、AWS バックアップというようなサービスを使うこともできます。また、非定常作業であったりするんですけども、保守運用に関わる人力の作業につきましては、もちろん、アウトソースというところも検討できると思います。例えば、AWS の設定変更、EC2、こちらのサーバーを少しスペックを変えたいとか、ストレージのボリュームを増やしたい、10ギガだったものを100ギガに増やしたいというようなことができたり、また、AWS のこういったアクティブディレクトリのユーザー追加をしたいとか、ファイルサーバーのアクセス追加をしたいとか、AWS のコンソールに入れるユーザーを増やしたいとかっていうようなアクセス権限の管理をする。で、また、何かあったときに、せめて再起動ぐらい一緒、定常ではないけれども、まあ、誰かにやることができます。もしくは、AWS かユーザー側からかの切り替えをするっていうところで、まあ、こういった障害の一時対応というのを、こちらでアウトソースするということも検討できると思います。まとめの方に入りたいと思います。まあ、ここまで移行と、セキュリティと運用の3つ考えてきたと思いますけども、まあ、AWS を始めるのに実は結構意外と検討事項が多いなということを、理解いただけたかなと思います。とはいえ、一つ一つクリアしていけばよろしいことなので、進めていけばいいんですけども、まあ、ちょっとどうしても一人ではもしかしたら漏れてしまうということは不安な方もいらっしゃるかもしれません。その時ですね、まあ、弊社の、パブリッククラウドの関連サービスを、ご利用いただきたいなというふうに思います。お客様の拠点や、ワンクラウドというところを、トータル設計感となりますので、アカウントの部分であったり、ネットワークの部分、こちらの VDI や、構築、サーバー構築のところまで合わせて、ご検討、ご相談いただければと思います。まあ、そういったところで各種サービスを使うことで、先ほどの移行であったりとか、運用とか、セキュリティというところは一緒に検討できますので、ぜひとも一緒にやらせていただければと思います。
最後のまとめになります。移行というのはまず目的を明らかにしましょう。なぜサーバー、そのサーバーを移行しなきゃいけないんだというところを明らかにする必要があります。その上で移行しやすいものから取り組む必要がございます。セキュリティにつきましては、まずはアカウント設定を押さえておきたいと思います。アカウントの強化をして、その上で AWS の上位のレイヤーのセキュリティ設定を押さえておく必要があります。また運用につきましては、まずはとにかく見える化、監視、モニタリング、ログを残すっていうところを考える必要があります。その後こちらの運用の効率化を考えます。運用の効率化も自動化とアウトソースを合わせて考えるということが必要になります。 AWS にはまた、移行やセキュリティ、運用を強化するためのツールが各種ありますので、こちらのマネージドサービスを、海外で利用して検討するというのが必要になってきます。どうしても人手が必要なところっていうのももしかしたら残ってしまうかもしれません。そこはアウトソースというところも考えて進めていければと思います。最後になりますが、我々、今後もクラウド企業においてなくてはならないテクノロジーに、となってくると思いますし、選択肢として、検討に上がってくると思います。ただ従来と異なる概念も多くなるため、利用することが大事です。クラウドを使ってみたいけど不安なお客様というのは一度、ご相談いただければ、こちらの方で、どういった形がいいかというのを一緒に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、講演の資料につきましては以上となります。ご清聴ありがとうございました。